添松映画館。はい、今日はですね、はい、ちょっとアメリカ映画の話をするんですけれども、アメリカのさロックバンドでさソウルアサイラムっていうバンド、めっちゃ聞いてました、はい、90年代にねすごい人気が、はい、今でも続いてるそうなんですけども、人気があったのね、僕もよく覚えてるんですが「ランナウェイトレイン」っていうさ大ヒット曲があって、はい、あれの PV って覚えてます？ビデオちゃんと覚えてないですね。ジャケットは覚えてますけど、はいはいはい、アルバム手つないでバックショットで歩いてる、そのアルバムですよね。ランナウェイトレインのビデオってビデオのおかげで曲ももちろんいいんだけどビデオのおかげでヒットしたっていう面もすごく強くて、アメリカでさ当時90年代にその行方不明の子供を探す広告っていうのを普通はまあ街に貼ったりするんだけど、そうじゃなくて牛乳パックにね印刷するっていうことが実際にあって、あったあった、やっぱ知ってた。僕はカナダにね行った時に88年とか7年ぐらいですけど、その一緒にその買い物行った時に、はい、なんかその少年少女の顔がね本当にモノクロで印刷されたものが並んでて、なんじゃこりゃと思って聞いたら、まあ、ミッシングパーソンなんだって言ってちょっとびっくりしたんですけど、だって家に帰ってね牛乳入れたらここに変わるんですよ。いや本当にそうよ。あんなにね、要するにその子供が誘拐されてしまって見つからないとか、子供が失踪してしまって見つからないっていうことがすごく事例としてねあって。うん、普遍的にその親の恐怖の典型としてあったっていうことなんですよね。うん、それはその全然そのフォークラーでも何でもなくて実際にあったことだっていうね、うん、僕は実際にそういう牛乳パック見たことはないですけど、恐ろしい話だよね。そのまあ、ソウルアサイラムの PV はそういうその牛乳パックから入ってね、実際にその子供が行方不明になってしまうっていう話をその見せていくっていうねビデオだったんですけれども。これアメリカ人のその特に郊外に住んでいるアメリカの白人にとって普遍的な恐怖だと思うのは、例えばスティーブン・キングの「イット」っていうのがさまさにそういう話じゃないですか、はい、いつか自分の子供が行方不明になってしまうかもしれない、誰かにさらわれてどこ行ったのか分かんなくなってしまう、その生きてるのか死んでるのかも分からないっていうね恐ろしさがねありますよね。今回の映画は、まさにその恐怖をね、ああなるほどそういうことか、はい、はい、今日ご紹介する映画はブラックフォンです。Does it work? Who is this? You know all our names. You're getting out of here. I had a dream about it. What if I could help the police find Benny? Combination lock. Where? Please let the dreams be real. You don't have much time. Hang up the phone! Black phone. これはですね、まあちょっと見ていただいてわかるように、ホラー映画でね、かなり恐ろしいスリラー映画で、いわゆるその奇妙な味的なものも入っている。いろんな楽しみ方のできる映画なんですけれども、1978年のコロラド州デンバーの町外れの方をね舞台にした映画になっています。少年子供とね、連続殺人鬼が対決する、どっちが勝つのかっていうねのがまあその見どころになっていくわけですけれども、どうもその町で子供が次々と失踪して帰ってこない、さっきのその牛乳パックのような状況になってるわけですよね。その中でその主人公の少年もそういうことに怯えて暮らしているわけですけれども、ある日自分が誘拐されてしまう、そしてその閉じ込められた部屋、早くそこから脱出しないと殺されてしまうっていう状況下で、パッと振り向くと自分の後ろに黒い電話がある、壁にあるんですけれどもどこにも線はつながっていない、その電話で助けを呼ぶわけにはいかないというところからこの映画は始まります。今予告編見ていただきましたけども、実はね僕は結構この予告編でも見せすぎかなと、なるほど、もったいないなって、何か見せなきゃ人は見てくれないから予告編って作んなきゃいけないんだけど、うん、できれば何も知らずに見た方が面白い。まあそうですね、うん、僕はねこういう仕事をさせていただいてるのはありがたいことに何の情報もなく、はいはい、チラシさえない状態で拝見したので。何にも本当知らなかったんですよ。主演がイーサン・ホークだっていう情報だったんですよ。それぐらいしか知らなくて、はい、そこさえもちょっと騙された感じがするんですけど、はい、本当にそうだよね。これはだから本当は何も知らない方がこの話ってどうなるんだろうっていうね、うん、楽しみがあるけれども、残念ながらこのじゃあこれブラックホーンってタイトルで見てって言ったら、黒い電話って言って終わっちゃうので、ね、ちょっとここで面白さ伝えられればなっていうふうに思いました。いや、そこでね、ちょっとまあこういう時の作戦として、まあいつもやってることですけれども、できるだけちょっと周辺から攻めていこうかなと思っていて、3つの名前、この映画に貢献した3人の人の名前を挙げて、ちょっと解説していきたいなと思っています。まずね、監督のスコット・デリクソンさん。はい、アメリカ人で55歳、脚本家で監督ですけれども、僕は大好きな人なんですが、ヘルレイザー・ゲート・オブ・インフェルノっていうね、ヘルレイザーシリーズの5作目でデビュー。5作目でデビューってどうかと思うんだけど、まあでも分かんない人はエルム街の悪夢シリーズみたいな、みんなビッグになるっていうね。そう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 、あれも 5が面白かったしね。このねゲート・オブ・インフェルノ結構いい映画で、ヘルレイザーシリーズの他の話と違ってね、刑事とサイコキラーが対決する話にちょっとだけ魔導士たちが絡んでくるって番外編だったんですけどね、これなかなか面白かったんですが、それでデビューして、ああこんな人いるんだと思ったら、エミリー・ローズっていうさ、エクソシスト、まあ、このスコット・デリクソンさんっていう人は基本的にそのホラー映画専門になっていって、そのホラー映画、いろんなホラー映画作っていくんですけども、エミリー・ローズはさ、エクソシストに挑戦するぞっていう、そのね、若い監督ならではのこう気概にあふれていてね、感動的な映画でした。その実際にあったっていう悪魔つきと悪魔払いの事件を元にして、エクソシストや何かの普通のその悪魔払いの映画とは全く違う角度からね、真剣に真面目にシリアスにそういう現象を考察して見せたっていうことでね、器用な映画ではないですけども、心に残る映画になって、裁判劇としても優れてることになります。そうですね、基本的に裁判劇の形をとってるっていうのはね、僕大好きな映画なんですけれどもその後もね、フッテージっていう映画を作って、この時さ、イーサン・ホーク主演だったじゃん。あ、そう、今から思えばそうですね。そうそう、だからね、もうイーサン・ホークとのつながりはその時にすでにあるんですけれども。イーサン・ホークは、もうこの世のものじゃないみたいな顔みたいなポスターになってる。そう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 、イーサン・ホーク主人公なんですけどね。その後、ニューヨーク心霊捜査官っていうのがあって、これも結構面白かった。そして、なんと。エリック・バナー。そうです、エリック・バナーね。心霊デカの役をね、やりましたけれども、その後なんとですね、マーベルに引き抜かれて、ドクター・ストレンジを担当して大ヒットさせた。ドクター・ストレンジ実際面白かったんですが、そしてホラーの要素もあるっていうことでね、資質にぴったり合ってたんですね。だからね、なんか世の中に不思議なものが本当にあんのかっていうのはずっと作り続けてる感じですね。そうそうそう。なんかそんなことばっかり考えてんだよね。そしてしかもそれをなんていうかな、斜めから見るんじゃなくて、いつも正面から考えてるとこがね、この人の面白いところで。正面から考えて撮るってやるから、結果的に普通の人がこう見てるものとは違う角度のものになってるっていうのは面白いですよね、全部。そうストーリーでね。なんかね、最初にその決して器用なタイプではありませんがって言ったんだけど、例えばそのエム・ナイト・シャマランとかね、ジェームズ・ワンとか、いろんなことができて、毎回毎回手を変え品を変え、怖いホラー映画、面白いホラー映画を作ってみせますよっていうタイプの人とはちょっと違って、スコット・デリクソンもね、自分はもうこれしかできない、真剣にその心霊現象について考えることしかできないんだっていう、その一貫した主張があるような気がしてね、そこがまあ大好きなんですけれども、まあ真面目に実直に自分の描きたいテーマをずっと追いかけて深めていくっていうタイプだと思います。ところがですね、ドクター・ストレンジの2作目、1作目が成功したんで2作目も任されるわけですけども、ドクター・ストレンジマルチバース・オブ・マッドネスを監督するはずだったんですけど、準備中に降板してしまった。いろいろまあ推測報道とかが出てるのを読んでいると、どうもデリクソン自身はね、2作目なんでもっと自分に引き寄せてね、ザ・ウィッチとかさ、ヘレディタリー継承とかさ、ぐぐっとこう怖い方へ寄せたかったみたいなんだよね。で、そういうホラー映画にしたいんだけどって言ったら、やっぱマーベル側としてはちょっとそれは勘弁してくれっていうことになって、まあそのクリエイティブの不一致っていうことで円満にまあその解消、契約関係を解消した。まあ解消したっていうか、制作者の一人としては残ったので、別になんか喧嘩別れしたわけではないんですけれども、まあ彼が降りた後、サムライミが入って話もちょっと変更してね、この映画自体は、ドクター・ストレンジの2本目に関しては、サム・ライミ監督で、サム・ライミらしい、すごくいい映画になったわけです。サム・ライミの映画になってましたね。まあ、おそらく脚本からだいぶ変えたと思うんですが、サム・ライミ自身の映画になってましたよね。サム・ライミ自身もやっぱりホラー専科ではあるけど、やっぱり器用な人っていうか、いろんなことができる人なんでね、まあ、ああいう映画もがっちり作れるわけですが、まあ、それはデリクソンがやりたいことじゃなかったということですね。というわけで、スコット・デリクソンさんは、なんかどっかで、でかいプロジェクトを降りた後なので、どっかで再起しなきゃいけないっていうね、そのことになってきたわけですよね。そして2人目の名前なんですけど、ジェイソン・ブラムさんっていう人がいて、はい、まさにね、この映画のプロデューサーなんですけども、ジェイソン・ブラムの話で一番僕が面白いと思ってるのは、若い時、プロデューサーになりたくて見習いでミラマックス社にいた時に、買い付け担当だったんでね。うん、でブレアウィッチプロジェクトっていう聞いたことない映画の企画書が持ち込まれた時に、こんなの面白くないって言って、ボツにしたっていう、ね。で、ブレアウィッチ自体がその会社に持ち込まれて、まあ、ハリウッド史上最高の投資利益率を上げて記録を作るっていう大ヒット作になってしまって、ブラムさんはもう本当にがっくりしてね、当然ミラマックスからも、出ざるを得なくなって、ああ、やっちまった、みたいなね。昔ビートルズをオーディションで落としたレコード会社ってのがあるんですけど、あれと同じようなね、ものすごい儲け損ねたっていう事件があったんで、まあ面白いって言ったら悪いんですけど、なんで面白いって言ってるかっていうと、そこでね、ただ諦めて田舎に帰るんじゃなくて、じゃあいいよと思って、自分のジェイソン・ブラムの会社っていうのを作るんで、ブラムハウスプロダクションズっていうんですけれども、そういう制作会社を立ち上げてね、今度こそよそとは違う映画作りをして自分でヒットを出すんだっていうことを考えた。パラノーマルアクティビティそれ作っちゃったってことですよね。そう。そこでね、そのパラノーマルアクティビティってやっぱり超低予算映画を作って、これは今投資利益率で言うとブレアウィッチに次ぐ2位になったぐらいの大ヒットでね。まあなんでリベンジするわけですよね。で、ブラムハウスプロダクションって何が面白いかっていうと、とにかくたくさん作る。年に10本ぐらい作ってるんですよ。もうあ、そんなに作ってますか？そうなんですよ。呆れるんだけど、僕ね、面白いからリストを作ってるんですけど、しょっちゅう増やさなきゃいけないから大変なんだよ。だけどさ、こっちはリスト書きゃいいだけだけど、向こうは作ってるわけだからね。作らなきゃいけないからね、もちろんのことだから。そう。すごいことだよね。そして、面白いのは、制作費はだいたい1本500万ドルまでぐらいって決めてて、いわゆるブラムハウスルールとして有名になったんですけども、まあ500万ドルだったら失敗しても会社が潰れるほどじゃないよねっていう、一応それは損しても大丈夫っていう範囲の金額でね、ホラー映画っていうのはホラー映画に限らないんですけど、500万ドルで作って、もしかして大当たりしたらめちゃめちゃ利益率がでかい。500万ドルで作って2億ドルの大ヒットになったらいくらかとか思うとさ、夢のような話。まあそれはそう。でもね、日本映画ならまだしも、500万ドルってまあ5億6億じゃないですか。はい。それでハリウッドで作るって大変だし、パージとかもそうでしょ？確かそれぐらいじゃないですか。ブラムハウスの映画だからね。あれもイーサン・ホーグ出てたでしょ？はい。ギャラどうなんのって話じゃないですか。この話は面白くて、ブラムハウスさんさ、さっきミラマックスにいたって話したけど、実はイーサン・ホークの劇団のマネージャーだった。それ以前に。そうなんですか。学生だって、最初学生から、他の仕事してて、ノア・バームバックと組んでたのかな、最初。ノア・バームバックと学校で一緒だったかなんかで一緒に組んでたんですけど、ノア・バームバックと喧嘩別れした後、イーサン・ホークのマネージャーになったの、劇団のね。イーサン・ホークとは実はすごい古い付き合いなんですよ。なので、イーサン・ホークはブラムハウスの映画にしょっちゅう出てくれるっていうね、いい話ですね。あとはやっぱ500万ドル本当に安いんで、どうすんだって言った時に、その映画でもそんな金額でも作りたいとみんなが思うのは、監督と脚本家に創作の完全な自由を与える。プロデューサーのブラムハウスの方から、こうしろああしろってことは言わないんだ。で、言わない代わりに、500万ドルっていう低予算でどうやったら作れるかっていうコツを長年やってきたコツをちゃんと伝授するっていうことがあるみたいですね。そういうことでジェームズ・ワンとかあとはジョーダン・ピールみたいなね人を作家としてちゃんと送り出してきて成功させたわけですよね。で、その成功させましたっていう中にもう一つ機能があってね、ちょっと挫折気味のね、ちょっと失敗しちゃって次映画どうしようと思ってるようなベテランに再起のチャンスを与えるっていう機能もあって、シャマラン、エム・ナイト・シャマランもそうだし、スパイク・リーもそうだし、ドラムハウスで映画作ることで蘇った監督ってたくさんいるんだよね。そういうとこなんで当然のことながら、マーベルやめてちょっと困ったなと思ってたね。スコット・デリクソンがブラムハウスで作る。なるほど。しかもホラー映画に強いブラムハウスでっていうことにまあなったわけですね。3つ目の名前を言うとですね、ジョー・ヒルさん。ジョー・ヒルさん、結構知られてると僕なんか思ってたんですけど、どうなんだろうな。これ日本で最初に出たジョー・ヒルの本ですけれども、20世紀の幽霊たちっていうね、短編集。これ本当にいろんな短編が入ってるんですけど、丸々一冊すごい傑作揃いでね、素晴らしい本なんでぜひ読んでいただきたいんですが、この中に入ってるさ、短編でさ、黒電話っていうのがあって、はい、これが今回のブラックフォンの原作なんですよ。おー、なるほど。だからジョー・ヒル原作の映画化なんですね。ジョー・ヒルの原作ってのは実は映画化されたことが前にもあって、ホーンズ、容疑者と告白の角、ハリー・ポッターのダニエル・ラドクリフに角が生えてきてしまうっていうね、もうとても変なホラーというか、ファンタジーでしたけれども、あれはね、この人の最初の長編なんですね。これも翻訳が出ています。それその中入ってるんですか、ホーンズの。あれはね、長編なんです。ああ、長編なんですね。そうなんです。別の本なんですよね。あとね、イン・ザ・トール・グラス、狂気の迷路っていう長編もあって、これは今日本では配信で見られますけれども、これも日本で翻訳が出ています。ジョー・ヒルって言ってるけどさ、これ、何者なのか最初は分かんなかったんだよね。なんかとんでもない新人が、はい、こんなにその小説のうまい新人が若者が出てきたのかってみんな思ったわけですけれども、実はスティーブン・キングの息子だったっていうね。最初やっぱりその親の七光って言われるのを嫌って隠してたんだよね。ものすごく実力があるっていうことがこの本が出て分かってからね、実はそのスティーブン・キングのうちの子でしたっていうね。スティーブン・キング奥様も作家なので、まあ作家夫妻の息子っていうことになると思うんですけど、僕らにとってはさ、クリープショーっていうね、ジョージ・エロメロが監督した。オムニバスのね、中に出てくるね。そっかそっか。あのね、スティーブン・キング自身も重要な役で出てくる。なんか苔がいっぱい顔に生えてる。そうそうそう。映画ですけれども、これ1982年の映画なんですが、あの最初と最後にさ、こましゃくれた漫画、ホラー漫画を読んでる子供がお父さんと対立する話があるじゃないですか。あの子供がジョー・ヒルなんですよ。そうですね。はい。今から思えばそうですよね。まあ当時そのね、クレジット上はジョー・キングになってたわけですけども、あれがジョー・ヒルでね、笑ってしまいますよね。そしてあん中でそのジョー・ヒル少年と絡んでいて、俳優としても出ていたし、特殊メイクも担当していたのがトム・サビーニでね、あの、ホラー映画の特殊メイクの神様みたいな人ですけれども、なんと、今回、ああ、そういうつながりなんですか。このマスク作ってくれたのはトム・サビーニだっていうね。まあ、そのね、子供時代に共演もしているし、マスクも作ってもらったっていう、すごい不思議な話なんですけれども、どういうことかっていうとね、スコット・デリクさんはまあ出直しにあたって、まあこういう時こそブラムハウスでその低予算で作ろうっていうことを考えて、昔から好きだったね、この中に入ってるその黒電話っていう短編が、すごく短い話なのでね、ジョー・ヒル自身はその、文学作品としての精度を高めるためにできるだけ短く切っていった結果がこの傑作になりましたっていうのが黒電話なんですけども、今度は逆にそれをデリクソンは長編映画にしようっていうんで、そこに肉付けしていくっていうね、普通のその原作っていうものがあるとそれを映画のためにどんどん切っていかなきゃいけないって作業じゃなくて、こう伸ばしていくっていうね、ことをしたわけですね。で、作者本人であるジョー・ヒルに見せたら、ジョー・ヒルもね、自分は実は最初その長編にしたいと思ったんだけどアイデアが湧かなかったって、この脚本はすごいって言ってくれたっていうね、話があって、まあすごく素晴らしいことですよね。そしてブラムハウスなのでイーサン・ホークが出てくれるっていうね、というわけで$500万ではない、さすがに$500万ではないんですけれども、もうちょっとお金かかってますけれども、イーサン・ホーク以外はノースター、ほぼ子役しか出てこないという映画になっています。そういうのさ、さっき僕それ拝見させていただいたんですけども、はいはい、なんか、ちらっと読んだら、はい、舞台設定が全然違う。そうなんですよ。これはですね、実は書かれた当時の現代が舞台の話。あ、書かれた当時の現代。だからまあ書かれた当時は現代が舞台、書かれた時が書かれた頃が舞台っていうか、要するに21世紀が舞台で、黒電話っていうその不気味な電話も出てくるんだけど、普通に携帯電話とかもある世界なんですね。そうですね。だから読んでた携帯電話って記述がえっと思って、そう今回の映画ブラックホーンの方はですね、スコット・デリクソンの脚色によって1978年が舞台になっている。1978年のデンバーがなんで舞台かっていうと、その頃スコット・デリクソン自身がその年齢でデンバーに住んでたからですっていう、ね、なるほど。自分のその思い出を投影させてるってことですか。そうなんですよ。要するにその自分が生きた小学生中学生として生きていたあの街角でこういうことが起きていたら、子供の誘拐事件が起きていたらっていう話に、ね、なってるわけですよ、ね。なるほど。その辺もやっぱちょっとさ、器用じゃない、その自分に引きつけて考えるのが得意っていうところが現れてると思うんですけれども、どういうことかっていうとね、その、すごくさ、誘拐される男の子とその妹っていうのが出てくる。それもまた原作とは設定が違うんですけども、妹には何か特別なものを見てしまう能力があるらしいってことがだんだん分かってくるときに、それがオードリー・ローズの時と一緒で、信仰、神様への信仰って何だろうっていうことを考える話になっているんで、そこがこの映画のさ、あ、それは原作にないんですか？ないです。全くない。なるほど。だからさ、膨らましたっていうか、原作はヒントになったみたいなね。もちろん忠実に映画化してるとこもあるんですけれども、すごくいい感じで脚色が行われていて、映画化する意味もあるしね、原作者が感動したっていうのも全然お世辞でも何でもないだろうなと思ってるんですが、要するにその妹の立場からすると、お兄ちゃんが行方不明になってしまった。なんとかしてあげたいけれども、自分には何か見えるように思える時もあるし、見えないように思える時もある。その神様を強く信じて願えば見えるのかしら、みたいなことでね、その、いろいろ混ぜこぜ、カトリックの十字架があったり、新約聖書があったりっていうものをごちゃごちゃ自分の前に並べてね、時には神様を罵ったりもしながらね、その自分の信仰の意味っていうものと向き合っていくっていう大変な話に、オードリー・ローズで一回その話は描いてるんですけども、大変な話になっていくわけですよね。そしてもう一つ重要なのは、この二人の親っていうのが、これも原作とは全く設定が違うんですけれども、お父さんしかこのうちにはいなくて、アルコール依存症で、DV の子供に暴力を振るう父親として描かれている。そして、そういう人物がしばしば映画の中でそうであるように切り捨てられるというか、こういう人は死んじゃってもいいよねっていう描き方をされるのでは全然なくってね。彼もまた、なぜそうなったかっていう背景が描かれて、彼のしていることは恐ろしくて許されないことなんだけれども、それを断罪するんじゃなくて、そこに至る経緯っていうものがあるってことを描きながら、じゃあこの後彼はどうなっていくのかっていうこともきちっと追っかけてみせるっていうね。そこがね、やっぱスコット・デリクソンっていう監督のデリケートさ。ある種のやっぱ柔らかさで、その他のその再起間髪なね、ホラー映画の才能のある映画監督たちとはちょっと違うスコット・デリクソンっていう人の本質がそこにあると、すごく思っています。そこが一番感動的なところですね。あとはね、スコット・デリクソンってさ、ピンク・フロイドが好きなのさ。ソウル・アサイラムの話で始まって、ピンク・フロイドの話で終わるんですけど、デビッド・ギルモア。そう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 。ドクター・ストレンジでさ、ピンク・フロイド使われてて、すごく感動的だったんですけど、そもそもそれは、そのピンク・フロイドのジャケットにマーベル・コミックスからこう、まあなんていうか、勝手に拝借したドクター・ストレンジの絵が使われていたということがあってですね。巡り巡ってそれをその使い返したっていうところがあって、そのピンク・フロイドが出てくるのがすごい効果的だし感動的だったんですけれども、今回もね、ここぞっていうクライマックスの一番の見せ場のシーンでピンク・フロイドがかかる。しかもすごく有名な、アルバムのすごく有名な曲なんですけれども、ここでその曲のその部分を使うのっていうような使い方をされていて、スコット・デリクソン、ピンク・フロイドどんだけ好きなんだよと思って、すごいおかしかったし感動してしまったということがあります。ホラー映画ファンもそうですし、やっぱりその現代における信仰とかね、神様っていうものが持ってる意味とかを子供と一緒になって考えてみたいっていう人にもぜひお勧めしたいので、このブラックフォンぜひ劇場で見ていただきたいと思います。